宗教画ってインスピレーションが重要なんじゃないかしら。かなりの想像力が必要だわ。そうね、書いてみたいわね。まだ時間は良くてよ、お食事でもしたいわ。行きましょう。早く中に入って温かい紅茶が飲みたいわね。今日は感謝することね。この私と一緒に過ごせたんですもの。これ私の電話番号よ。教えたからにはお電話くださるわね。仕方ないわね、教えてあげますわ。でも品のないプレゼントはあらかじめお断りしておきますわ。そうね、夜風が冷たくなってきたと思ったらもうすぐハロウィンなのよね。それではそろそろ帰りますわ。今日は来てよかったわ。あら、もうこんな時間だわ。私、用がありますから失礼しますわ。あら、出迎えの花束ぐらいないのかしら。神社なんて久しぶりよ。何をさっきから探してるのかしら。気持ちはありがたいけど、センスの悪いものは欲しくないわ。それを忘れないでくださる？今日はいい気分転換になったわよ。あら、もうこんな時間だわ。私、用がありますから失礼しますわ。こんにちは。そういえば最近頑張っていらっしゃるみたいですね。非常に評判がいいですよ。はい、いいですよ。はい。電話番号ですか？
それはちょっと…ごめんなさい。構いませんよ。はい、承知しました。あたし、バタライ。
フルーノ君、どうしたの？あ、そうそう、フルーノ君、最近ちょっとたくましくなってきたよね。女の子の中じゃ、うん、評判いいよ。今日は用事があって急いで帰らなきゃいけないの。ごめんね。また誘ってくれたら嬉しいな。フルーノさん、約束の時間ぴったりですね。とてもいいことだと思います。え、あの、なんでもないです。そうですね、行きましょう。興味ありますね。行ってみましょう。